さんこんにちは。私上芝居市のマット君と言います。よろしくお願いいたします。さあマット君ですね、変な鉢巻き、神社のような鈴、そしてタヌキの太鼓を使って、お祭り上芝居市としてですね、いろんなイベントをわっしょいと盛り上げておりますが、今回特別な紙芝居をご用意いたしました。じゃん。わあ、真っ暗。これじゃ全然見づらいかと思いますので、見えやすいように、ね、特別なアイテムを使っちゃいたいと思います。はい、これ見えやすいですよね。さあ、これで皆さん、なんて書いてあるかわかるかと思います。よろしければ3、2、1でみんなでこのタイトルを読んでください。いいですか？大人の方は特にこういう時全然言わない。紙芝居師傷つくからね。お願いします。小声でもいいから声出してください。お願いいたします。それでは行きましょう。3、2、1。泥棒クイズチーン。さあ、泥棒クイズという変な紙芝居でございます。さあ、せっかくだからもっと見えやすくいたしますね。さあ、イベントごとにはこういうね、悪い人もいるかもしれません。それではいきます。泥棒クイズ、始まり始まり、イエイ。さあ、世間ではもうじき夏になり、お祭りも始まって、なんだかすごい活気があふれています。さあ、お祭りの曲が聞こえてきました。お祭りですごく楽しんでおりますが、この時ある場所で変な鼻歌が聞こえておりました。さあ、ちょっと変な鼻歌ですけれども、ちょっと耳を澄ましてみますね。泥棒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 ぼう、泥棒。あはは、俺様、泥棒でやんすよ。こういうね、小さな窓、なかなかね、鍵を閉め忘れる人がいるでやんす。しかも、大きな庭、防犯カメラがついてなかったら、木の陰とかに意外と隠れられるでやんすよ。それでは、たっぷり他人のお家を、ステイホームさせてもらいましょうかね。さあ、電気をつけて、おっとっとっと、電気をつけたらすぐバレちゃうな。懐中電灯つけましょうかね。さあ、これだったら、こっそりと、いろいろ、宝物を探せるかもしれないでやんすね。泥棒、泥棒、泥棒、泥棒。さあ、泥棒、なんだか甘い香りにつられてこんなところにやってきました。なんだ、なんだかいい匂いがするの。それではこの懐中電灯を当てて見てみようかね。さあ、ドロボー、ドロボボ、ドロボー、ドロボボ、ドロボー、ドロボー。これはわしの大好きなものじゃないか。さあ、皆さん、これは一体何か分かったら3、2、1で皆さん大きな声で答えてください。お願いします。3、2、1。ケーキ。さあ、答えはケーキでしょうか。そ
それではちょっとだけライトを強くして見てみたいと思います。俺様ケーキ大好きなんだな。さあ答えはなんだ。じゃ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 、おお、ケーキだ。大正解。よし、俺様ケーキを食べさせてもらうもんね。あああ、美味しかった。まだまだ俺様食べられるぞ。よし、じゃあ次は一体どんなお宝かな。へへへ、ここになんだか美味しそうな匂いがするぞ。よし、それではまたライトを当ててみるかな。ドロボードロボボドロボードロボボドロボ、ブー、泥棒、さっきより難しいぞ。さあこれは一体なんだ。さあわかるでしょうか。いきますよ、3、2、1、おにぎり。おにぎりでしょうか。さあね、数人はおむすびと答えた人がいるかもしれません。まあそういうのね、大丈夫ですので、さあ答えを見てみましょう。そう、おにぎりもしくはおむすび、大正解。イエーイ。俺さんはこういうね、腹がいっぱいになるもの大好きなんだ。よし、いただきます。あー、美味しかった。それにはそろそろカニめのものを盗もうかな。よし、帽子とかお洋服とか高く売れそうだな。それでは見てみようかな。さあ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 、金目のものはどこにある。おっと、帽子、金ピカなボタンがついた帽子を発見。よし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 、あれ、笛、笛、笛って売れるのかな。うん、なんだろうな、青い服が見えてきた。あれ、なんかこれ俺様のなんか嫌いなあの人間じゃないか。あ、なんか持ってるぞ、なんか持ってるぞ。よし、見てみよう。でで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 で、でこれはもしかして、あの人間じゃないか。さあ皆さん、答えが分かったら3、2、1でお願いいたします。いきますよ、3、2、1、おまわりさん。さあ答えを見てみましょう。じゅ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 、だん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 、うわー、俺様おまわりさんが苦手なんだ、逃げろー。さあ突然やってきたおまわりさんに慌てて逃げ出した泥棒。泥棒はあっという間に街の中に隠れて見えなくなってしまいました。本館、本館、たくさん探したんですけれども、泥棒を見つけることができませんでござんした。さあね、警察のキャラ設定ちょっと緩いですけれども、許してください。本館、実はこんなこともあろうかと思って、でっかいでっかいもうこのスポットライト用意いたしました。皆さんと一緒に泥棒を探してほしいでござんす。お願いいたします。それでは皆さん、泥棒が隠れていそうな場所をライトで当ててください。いいですか。さあ、泥棒が隠れていそうな場所教えてくださいよ。じゃ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 、さあ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 、なかなか指が入らないというねトラブルがありますけれども、そこら辺もね許してください。さあ、ライトが当たった。じゃ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 、さあ、ダメだ、これはただのゴミ箱、ここには泥棒がいないな。やっぱりなかなか本館、泥棒を探すのが苦手です。あ、お、なんか映ってるぞ。よし、じゃあこっち見てみよう。警察、警察、警察、あー、ただのゴミだ、泥棒だと思ったのにな。本館ポカしちゃいました。警察、警察、警察、あー、お、お、お、あー、ダメだ、これもただのゴミ箱。いやあ、警察、もう私は探すの難しいです。ん、何、泥棒が近くにいる。いや、泥棒、これはゴミ袋だし、
いや泥棒なんていませんよ。ん？え、もっと右？もっと右ですか？じゃあ右に当ててみますよ。うん、じゃ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 、え、これ蓋ですね。いや泥棒なんて全然いないです。ん？もっと下。え、もっと下。よし、じゃあもっと下見てみる。うん、うん、どこにいるかな、どこにいる。え、ここじゃない？もっと上？もっと、ちょっと難しいですな。よし、じゃあもっと上を見てみますよ。もっと上を見てみて、おわー、こいつだ、泥棒発見、捕まえろー。さあ、みんなの協力とおまわりさんの力によって悪い泥棒は捕まえることができました。イエーイ。さあね、こうやって悪いことはできないというね、お話でした。伝わった？大丈夫？さあね、せっかくだからエンディング、エンディング、さあなんて書いてあるでしょうか。はい、シューマイじゃないよ。誰かシューマイって言ったでしょ。違います。はい、なんて書いてありますか。さあ、お、こう4文字で、はい、そうです。それではせっかくだから3、2、1で言いましょうね。いきますよ。3、2、1、おしまいち。どうして捕まっちゃったというお話でした。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。この動画はアートにエールを東京プロジェクトのご協力で作ることができました。ありがとうございました。